さい。おやすみなさい。はい、今日はね、ポケモンスナップやっていくよって話。イエーイ。はい、みんなこれクリアできたかな。僕はまだできてないよ。はい。なので今日はね、お花畑隠れてるね、ポケモンをね、見つけていきたいと思います。はい。はい、もう一回見ちゃうかな、ちょっと分かんなかったな。お花畑、ちょっと後取りです。じゃあね、とりあえずね、フロレオ島に行って最終なんていうの、最後らへん、最後らへん、最後らへんのところにお花畑があるんで、そこまで適当に移していきましょう。はいはい、この猿乗りメスである。そういう情報いらん、いらないかな。はい、わかりました。最近どうやい。最近ですか。ちょっと暇だから世間話しましょうか。最近なんかこうね、投稿する動画の内容で瞑想しているかなっていう感じが。わかる。あのね、いや本当はだよ、本当はずっと実況してたいよ、ゲーム好きだし。そうだね。ただね、好きなことだけじゃやっていけないよって話。それでちょっと挑戦的な感じで、妹が歌好きだから一緒に歌っちゃったよみたいな。そうですね。だっけ、割となんかいいよねっていう。なんて言うんだろう、割と伸びちゃった。伸びたというか、まあ見てくれる人が増えるのはいいことなんだろうけども、うん、まあ、僕的には嬉しくはないよな。そうなの。いやって、なんかさ、別に俺、言っていいのか。よくない気がする。あんま好きだね、一緒歌ってみたとか。ただこう妹がやってるから、ただ一人だけじゃなんか別になって感じだから、一緒に歌ってやってるだけだし。おい、ヘラクレスオオカブトだし。こいつヘラクロスなんすな。だからねえ、何お前歌いって気取ってんだよみたいな感じになるやん。なるやん。俺のせいじゃねえよ、世間がそうやれって、そうやんないとダメだってなるわけよ。だから俺はそう、世間に逆らって今でも実況を撮る。なぜならポケモンスナップがやりたいから。そうやな。はい、まあ、お金なくてもさ、なんか実況でこれやりたいからってなったら買わざるを得んやろ。な、そうなった時にね、なんかゲームが買えるんだよ。だから小学生のみんなも、もし見てたら、僕も実況やりたいってお母さんに言ってみ。買わざる応援ねって。買わざる応援ね。買ってくれるかな。はい。今後ね、歌ってみたとかどう、やってほしいって人いんのかなって話。まあ、需要があればって感じだね。万が一だよ。万が一コメントで歌ってみた、これからも見てみたいな、聞いてみたいなって一個あったら、うん、やる。やる。でも一つ言うと、乗り気ではないね。正直ね、正直だよ。でも聞きたいっていうなら俺全力でやる。やらざるを得ないってやつ。そう、やらざるを得ないんだよ。それがね、世間に逆らうしかないんだよ。そろそろ花畑。花畑参りますね。はい。まあ後取りだから言うんだけど、はい、花畑の中にあのポケモンいたわ。いたね。あ、まあ、言ってた通りにポケモンいた。隠れてた。俺ここでね、今どこだどこだって探してたんだよ。さっき妹が何回だって言うから映しなくて、クリスタルファラーしか映んないわけよ。だからね、ボール投げたっけね、ピチュー飛び出てきた。お花畑頭につけて。ね、お花畑の中にお花畑のピチューがいたよってね。かわいい。でここでもう、あ、取った取ったってなってたっけ。なんか3人揃ってね、可愛い子ね、いるんだよね。だから俺ね、取っちゃった。そしたっけね、この猿のりさんがね、ピチューの頭からお花畑ぶんどってね、いじめてる。2人ぶんだけろんだよ。ああいう大人になっちゃいかんよ。ダメだよ、あれは。あ、ということでリクエストもクリアしたところで、今回の動画を終わりたいと思います。はい、はい、
次回も他のリクエストをやっていくんで、わあなんかここわかんねえ、これは組みんのめんどくせえ動画でいいや、いやそっちがめんどくせえかでそんな感じを抱いちゃったら見ちゃったりしてもいいんじゃないかな。そうですね。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではありがとうございました。はい。